実況ガエルハイニエのライブアライブ始まりますけど、はい、どうもです。モズベさん、どうも。一瞬いなかった気がするおるよ、ずっと。本当大丈夫やで。まあそんなん言いながらあれよ、オルステッドね、抽選編。おい、ジジイが死んで、そうなんだよね、ラスボスのね、魔王を倒しに行くのか何なのかよくわかんないけど、魔王さんをとりあえず登ってる感じけどないかな。そうだ ね、今日すぐ終わるよ、大変が負けなかった。そうなん、負けなかったら、いや結構でもシビアだからね。まあレベル上げたけど、どんな感じかよ。だって前回強かったよね、あいつ。中ボスみたいなのと何回か戦ったけど、そう結構強かったからな。ていうかね、今までね、その元の勇者さんとかゴッドボイスジジイとかとね、一緒に戦ってて楽してきたよ。そうだね。で、勇者ハッシュが死んで、ストレイボーも死んで、ジジイも死んで、とうとう一人ぼっちなわけですよ。あ、ジジイがぶっちゃけやっぱ良かったよね。強かった。強かったよな。ゴッドボイスがもう強かった、ただストレイテッドもだいぶレベルを上げて、ストレイボーかね。オルステッドか。待って。あ、こいつオルステッドだ。オルステッド。ストレイボーとオルステッドが混ざった。うん。オルステッドはレベルを上げていくことに結構強いのは手に入れたよね。あ、そうそう、ほら。防御力も高くなってね。ね。今、ザコのダメージは、特殊攻撃じゃなかったら1ぐらいで耐えれるように。ヒットポイントも490ぐらいもね。うん、だいぶ強なったね。ストレイになってからの方が強くなってるっていう。ね、ちょっとあれかな、周りが甘やかしすぎたのかもしれないね。せやな、死ぬなよ。まだまだ。まだ中ボスですね。フェミノフォビアさん。妖精っぽい。ちょっと相手のあれやな、出方がわからんから、遠距離攻撃をしておこうか。そうやね。近づくと何があるか分からんからね。まあでも127ぐらい結構ダメージがでかいから。そうね、徐々に近づいてくる。こっちは近接向きかな。甘い支え、やばそうやな。あら、おお、やべえ。ああ、ちょっと距離取った方が良さそうね。ね、あんなもん何発も食らってられへんわ。おお、来てみるめっちゃ追いかけてくるやん。近くまで来てしまった。ハンマーパワーで、よし、逆を回してる。出せればちょっと難しいな。うわー、カッターウェイ出るかな。よし、こっち見た。ね、ハンマーパワーって逆向くやん。うん、逆向いてるやつに使うとこっち向くねんやんか。そうそう、だからちょっとね、使い勝手がね、難しいの。お、いけねえ、はめれそうやな。よしよし。あ、倒した、よかった。何楽やないっすか。何楽やないっすか。楽だね。あ、もうこれちょっと、あ、これね。はい、前も来たことありましたけど、ね、その、今までの、全7章のボスたちね、もう銅像があるっていう。あ、ついた。この後だったね。セーブしとくか。そうやね。ここにしとくわ。で、あれ、開いた。どういうこと？長っ。謎の出口が。山頂、魔王の像かな。お、やはり来たか。あ、あ、オルストレイボー。俺がここにいることが不思議そうだな。あの時の落盤は魔王山の仕掛けなどではない。もしかして
俺はあの時、魔王像の秘密に気づいた。その瞬間、俺の今まで抑えていた気持ちが爆発した。お前を出し抜いて、俺がアリシアを救おうと。あら。そしていかにもここに仕掛けられた罠のように俺は魔法を唱えた。いかん、ここは危険だ。はい、ここを出るんだ。そうだったのか。うわーっていうふりをしたらな、じゃあ。ふりだね。嘘こいたのか。まさかの大どんでん返しちゃう。うん、まさかストレイボーが。ふふふ。ハハハハハ、ヒャー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 、雑魚みたいな笑い方なんだ。面白いほど簡単に引っかかったぜ。ハッシュが無様にも落ちんだ後だったしな。あとはてめえを絶望のどん底に突き落とすため大殺しの罪を負わせた。魔王のふりしてたもこいつなんや。あー、そうなんだね。てめえはここに来やがった。てめえはいつもそうやって俺のしてえことをぶち壊しやがる。昔からそうだ。俺がどんなに努力してもてめえはいつもその一つ上を行っちまう。あの決勝大会の時もな。俺があの夜どんなに苦しんだか、てめえなんかに分かられてたまるかよ。だが俺は今までの俺じゃねえ。今こそ、てめえをぶっ倒し、てめえの引き立て役だった過去に決別してやる。あ、光ってる目が。お、来るぞ。お、あの世で俺に詫び続けろ、オルステッド。名前。ああ、ねえ、こういう自己中のやつ一番嫌い。どんぐらい強くなったんやか。すぐ死んでた、あのストレイボーが。こいつ見えへんからな。174。おぉ、64。結構かな。ドットがついちゃった、いかに遠距離。これ、来たやろな。お、来た来た。アンバースト。ほら、いや、ダメージすごい受けてますよ、でも、ストレイボー弱いんじゃないんですか。なんか、でも、なるべく食らいたくないな。床ダメージを結構使いよるな。お、死にそうなってんじゃん、これ。ねえ、ほら、禁止状態だよ。よし、弱っ弱いよ、ストレイボー。このままここで、あ、回復しよう、ライズ。あ、このままジャンプショットでゴリ押そうか。ねえ、ゴリゴリ行きましょうよ。帰ろう。あー、ちょっと。お、大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。さ、いい感じですね。こう、ちょっと、アクション漫画っていうか。あ、またやられた。電気ビリビリをやられました。届かん。これで行こう。敵サフランジ。よし、死んだ。よし、勝利。やったぜ。いやー、弱かった。くそ、またかよ。バタン。あ、お、ストレイボー、アリシアが出てきた。ねえ、来ないで。ええ、オルステッド、なぜ来てくれなかったの？いや、来たよ。来てたで。私は待っていたのに。この人は、ストレイボーは来てくれたわ。いや、違うねんで。違うよ、アリシアさん。この人は、違うんですよ。いつもあなたの陰で苦しんでいたのよ。いや、あなたには、この人の、
負けるものの悲しみなどわからないのよ。いや、そう。そう言われても。そうかな。アリシアまさかのストレイボーハ、寝取られですね、これね。あら。一番好きは言ってたやないかな、ストレイボー、もう何も苦しむことはないわ、私が、はっ、ずっと一緒にいてあげる。え、あー、何しよう、アリシア。あ、オルステッドがね、これで結局、ハッシュも同じようなことがあったのかな、もしかして。そうな、ハッシュもその、意味嫌われてたみたいな言ってたからな、勇者であるがゆえに。オルステッド様とおっしゃいましたね。とても男らしい戦いぶりでした。喜んであなたの妃となりましょう。回想シーン。ちなみにアリシアはあの、ゲーム界のクズ女決定戦のだいぶ上位におるらしい。まあ、これはそうですよね。うん、今は私とあなただけ。これからは父上よりも。いいえ、誰よりも。あなたを信じます。信じてへんねん、全然。チューまでして。チューしてきとるからね、この場合ね。ええ、そう、そうなんよ。姫は、お前が助けに来ると信じてる。そう、ハッシュの言うてる通りやな。信じてくれる者が一人でもいる限り、その人間を、ゲホー、信じるのだ。信じた結果、これだからね、でも。じゃがな、オルステッド。わしはこう思う。ここで人間を憎んでは負けじゃ。かといって自分の心に嘘をついてもいかん。じゃから、わしは命を懸けても、魔王ではないと訴えるしかないのじゃ。じゃがお前はそれではいかん。オルステッド、お前はまだ若い。ハッシュやわしらが命を懸けて守ったものを守り続けるのじゃ。何を思う、オルステッド。陛下、貴様、陛下を、皆の者、出会い、出会い。どうされました、陛下。オルステッドが陛下を、なんということを。もしや、勇者ハッシュもストレイボンも、皆オルステッドが、魔王、魔王だ、オルステッドは魔王だ。魔王なんかいなかったんやね。ねえ、もうあれだよ、オルステッドハニートラップにかかったんだよ。せやな、綺麗なハニートラップやな。ねえ、私にはもう何も残されてはいない。帰るところも、愛する人も、信じるものさえも、魔王などどこにも言わしなかった。ならば、この私が魔王となり、自分勝手な人間たちにその愚かさを教えてやる。私は今よりオルステッドなどではない。我が名は、魔王、オーディオ。これ全部の、今までの全部のボスの名前に、オデオってついてたの。うん、あ、じゃあ、うん、今まで出てきてたのってオルステッドだったの？オルステッドの分身とかになるのかもしれないね。うん、ちょっと詳しいことはわからないけど、でも、オデオがこうやって、これは、要は抽選編っていうのは、ラスボスが生まれるまでのお話なのね。今までのその現代編とかいろんなところの主人公たちが最終章で集まってきて、オデオを倒す物語なの。ああ、なるほど。
切ないじゃないですか。中世編、予想以上に重たいよ。重たい。すごいストーリーとしては短かったけど、あっという間にその、そうそう、人間の汚さとか裏切りとか、愛しているものにさえ裏切られるっていう、言ったらちょっと、まあ、ちょっとあんまりお話詳しく知らないんですけど、デビルマン的な感じの、なんか後味の悪さ。まあ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 、まあ、そうね。うん、わかる。大体合ってる。人間のね、一番の悪魔は人間なんだっていう部分が同じですね。さあ、ここからどうなる？コンティニュー。あら、続く。さあ、これでね、まあセーブしまして。で、ほら、最終編、キャラ選択。これだとね、ここにでもオルステッドも入んのよね。オルステッド選んだ場合どうなんやったかな。どうなっちゃうんやろ。うん。で、まぁ、この辺はまた次回ということで。そうだね。へぇー。気になるとこですね。うん、ちょっとあれやな、誰でやるかっていうのはちょっと範囲にね、すごい悩んでるけどよ、これは。その、どれか一人を選んでも、うん。あれなの、みんな同じそのシナリオなんですか？ただキャラクター、戦うキャラクターがこれですっていうことなのかな。そういうわけじゃないのかな。戦うキャラクターはこれですね。シナリオも大体一緒やと思うけど、でも他のキャラとオルステッドではだいぶ変わってくると思うけどな。ああ、まあまあ確かにね。オルステッドオリオだしね。うん。あれなのかな、自分に向き合うとかそういうお話なのかな。うん。何になるんだろうね。多分ね、オルステッドは多分、ボス編からの、うん。あれちゃうかな、お話になるんちゃうかな。そっか。じゃあ、他のキャラクターから始めて会った方がいいんじゃないのかな。そうね。一応セーブデータで残しといて、オルステッド編っていうのはまた別でやった方がいいか。それとも、オルステッド編からまずやってみる？オルステッドの流れがあるから。相手？あ、まあまあ、覚えてるんですね。うん。じゃあ次回もモズベさん参加ということでよろしいですか？そうだね。ちょっとオルステッド気になるんで。はい。じゃあまたこの続きは次回お楽しみにということで。はーい。ではエンディングいきますけど。はい。ご視聴ありがとうございました。Twitter アカウントチャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認くださいけど。ホームページの方でオリジナル T シャツの販売も開始しましたので、動画の詳細からホームページの方で見てくださいけどな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイケロー。バイバーイ。ブー。